はい、続いてね、ドライブハローの脱着になります。まずメンテナンススタンドをね取り付けます。ここにはありますね、これがメンテナンススタンドです。でこれ左右についてます。よいしょ。でここに穴がありますので、この穴に入れていきます。あ、ちょっと低すぎた。あ、ちょっと低すぎましたねスタンドが当たっちゃいます。もうちょっと上げます。ありますのでね、反対側も取り付けたいと思います。でエンジンかけっぱなしにするとね、危ないですからエンジン止めてやってくださいって書き込む人がいるんでね、はい、エンジン止めてやります。はい、反対側もね同じ方法なんで、反対側の方は省略します。ビデオの方は1回止めます。はい、左右のねキャスターをつけましたので、これから、切り離しに入ります。まずはこのドライブハローをねちょっと下ろさなくてはいけないのでエンジンかけます。キャスターがね、設置する直前で止めます。でまずこのロアリンクをロックしているロックをね解除します。まずこれが二重ロックになってます。まずこのレバーを固定するロックを外します。はい、でこのレバーですね、このレバーを
上に引くとロックが解錠になります。でいつもやるのがこの安全フレームに頭を ぶつけるんですよね。だから本当はこういう作業はヘルメット着用ですよね。あ、ヘルメットあった。あ、ヘルメット持ってきますね。頭ぶつけると痛いんで結構ね鉄なんでね、さすがに勝てないよね。ちょっと待ってくださいね。今ヘルメット持ってきます。はい、ヘルメットしてきました。で本当はねこのタオルを頭に巻いてるんですけど、タオルを外さないと本当はダメなんですけど、これタオル外しちゃうと竹志農場の場合スキンヘッドなんでね、ヘルメットがこう前に来たりこう横にずれたりということで、タオルしてないとヘルメットは勝手に動いちゃうんでね、まあ一応ヘルメットをするときはこれタオルをつけてます。でこのロックを解除します。で上に上げるとこれでロックが解除に なります。よいしょよいしょ。はい、で今上げたレバーはですね、よいしょ、はい、こちら下つながってまして、よいしょ、ここですね。これが下に下がって、このカラーを抱きかかえるという感じで、今これ上がってますので、カラーから外れた状態になってます。よいしょ。はい、で、ドライブシャフトを抜きます。なかなかねこれいい位置にいかないんだよねあのいい位置にしちゃうとね、今度は作業がしづらくなっちゃうんでね、はい、作業するのを優先します。でこれですとちょっとドライブシャフト角度がついてるので、どうしようかな、抜いてある程度下ろしてからドライブシャフト抜いた方が簡単そうですね。これで抜けるかな。これで、ちょっと抜いてみましょう。でこのまま抜くとドライブシャフト落っこっちゃうんで、落っこちないようにね、よっこしょ、これで紐で縛ります。で今はね、4S なんで、このドライブシャフトもね一緒に抜けちゃうんですけど、竹志農場の場合はねちょっと1世代前なんで、3S なんで、ドライブシャフトは自分でね、つけたり外したりしなくてはいけないタイプです。よっこいしょ、よいしょ、はい、ちょっと角度がついてるんでね、抜くの抜きにくいんですけど、これで抜ければこの状態で抜いちゃった方がやりやすいんでね、よっこいしょ、抜けるかな、よいしょ、これ上に上がるはずだな。上がった、上がった。あ、抜けましたね。
はい、抜けました。はい、これでね、ドライブシャフトは抜けましたので、あと、ドライブハローをね、下ろしながら徐々に前に出ると、このカラーが外れて上のトップリンクも外れるという形になるはずです。じゃあこれから、ちょっとそろっと前に出ます。その前にカメラの位置が、万が一ね、うまく外れないで、ドライブハローがね、前に出ますと、このままですと、三脚ごとカメラが倒れてしまうので、ちょっとずらします。これで、下ろしながら前に出れば、先ほどのこのロアリンクのカラーとね、トップリンクのこの爪ですね、これがうまく外れて分離できるはずです。じゃあ今からやってみます。後ろ向くのきついですね。あ、ちょっと斜めになっちゃいましたね。あとでまっすぐにしたいと思います。でとりあえず、ドライブハロー外しましたんでね、トラクターを先に洗っちゃいます。じゃあビデオの方はここで一旦止めます。